さ、トレセン行こうかな。アイバを調教しないとね。オッケー、わかった。瞬発力 C プラきついってことだから、販路で疲労が1上がるけど、いっぱい単装でいいんじゃない。これで行こうか。とりあえずフューチュリティステークスまでに瞬発力上げよう。お、北斗フラッグの写真だって。全然なんかよくわかんないじゃん。調教で騎乗を依頼した際2つ返事で OK っていうね。でも乗せないんだけどねでも乗せないんだけどね。あ、これ1回だけなんだね。さあ、今日は牧場見学の申し込みっていうね。あれ、なんかおばさん軍団が来たよ。なんかさっき結婚できる2人がこの人たちだった。うち馬いないのっていうか、今更だけど。あ、来た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 、1頭はいいぞ、来た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 、来たぞ、来た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 、おーい、来た来た来た、あ、行っちゃった行っちゃった行っちゃったー。ほんとにこれでもう分かる、この興奮これいいよね。放牧してくれないんだね、冬は。大興奮なんだけど、なになになに、これどこ行った、どこ行った、めっちゃあるじゃん。行った、やられた、ちゃっちゃっちゃい。これ販路上がるところを見れるんだ。カメラ操作これだけか。やばくない、マジで。これに戻してちなみに今あそこにクイーンいるはずなんですけどね。さあ、調教しましょうか。とりあえずシープラまで持っていきたいんで、勝負根性入れてもしょうがないから単装いっぱいっすね。これなんかここまでぶち込んでたら体重超下がっちゃいそうだけど。おいおいおい、早く言うしてる人出てきたけど、なんやこいつ、こいつやばいだろ挨拶で普通に喧嘩売られたんだけど。さあ、調子96、残り4周ですね。このまま B まで持っていきましょうか。お、またファッキュー来た。おお、エリコエリコ来た。普通にアメリカのコーディネーターになってたのにな、ないんだと。週末の関東は晴れそうね。おお、歩きながら何を根拠に言ってんの、あの人。やばすぎでしょ。ここは晴れてるけど、ここ、襟裳岬なんですけど。大丈夫ですか、あの人。よし、これで、なんとか B にはなりそう。さあ、進めよう。1時間半やって、まだ2月の3週は変態すぎるスピードで。うるさ。お、いよいよ2週、仕上がり万全っていうね。あと2週ですか。あと2週で、なんとか B プラにはなりそうですね。よし、B になった。これで、あとはスピード、瞬発力を狙っていけばいいですね。いやー、知識がさ、変わるのよ、こうやって。見てくださいよ、皆さん。エリカの胸元。そっちかよっていうね。やばいって。何このメガネ。かち割りてえわ。お、来たね。3月1週。さあ、牧場建設できますよ、皆さん。いや、それ破産しちゃいそうだよ。どうしよう、何作ろう。とりあえず地方の施設を作っても意味ないんでしょうね。トラックコース、販路コース、まだね、全然何もない。何作ろうかな。集団馬房を作ろうかな。いや、2億だよ、だって2億でウォーキングマシン作れんだよ。大丈夫だって、まだ17億あるから大丈夫だって。パターン A、 パターン、あ、なるほど、色も変えれるんですね。パターン B にしときましょうかね。お、配置も決めれる、最高じゃないか。なるほどね、ウォーキングマシーンを。そうですね、まあ近づけとくけど、まあここがいいかな。よし、4月の4週。大丈夫。15億でも大丈夫。さあ、ここからは、パワーも上げといた方がいいかな。ポリトラックでちょっと調整するか。落ちてきてるからね、調子が。いっぱいで、多分パワーも B プラになるんで、これで。ちょっと調子93になってんの怖いですけどね。これぐらいのさ、調教がちょうどいいよね。ダビスタの調教やっぱ難しいからさ、疲れちゃうじゃん。サンクもう買えるんだ。1頭の81。1頭の80安いのに1頭の81むちゃくちゃ高いけど。史実写真なんてあんの？何これ？史実写真見たいんだけど。写真表示。そういうことか。すげえいいじゃん。最高じゃないか。なんだこのゲーム、マジ。これもう、9できなくなっちゃうんじゃない？これやっちゃったら。っていうぐらいですけど。これ逆にシンブリルドルフは買えないのか。無駄がないから。史実写真いいよね、これ。集大成じゃん、マジで。やばすぎでしょ。繁殖インバーもう一頭買いに行こう。あ、これも札いるのか。札がないってやだね。札は赤札しかないからね。残念ですね。ダウンロードコンテンツ買えないの？買わしてください。みんな大好き、田原聖輝でございます。行きましょう。59キロだから、やっぱパワーを育てといて正解でしたね。絶好調。素晴らしい状態です。出たー。最近、リモートでしか出ない、みんなの競馬のガンになりつつある先生だ。リモートで出てなんかちょっと噛み合わなくてさ。喋りの噛み合いが噛み合わなくてさ。さあ、初出走でございます。パワーアップっていうね。いやー、マジでさ、見てよ、皆さん、これ。ほら、作ってるもん。あの感じやばくない？いつの時代のトラックよ、あれ。いやー、もう花咲いてんのよ、ほら。タンポポとか。これじゃない？やっぱり。これが見たかったんだよね。いやー、やばいよ、これは。いやー、俺
俺はこれがやりたい。新しいので。まだ調教できるよ。もう、レース前だからね。芝の馬なりでいいんじゃない？輸送に備えてプラス17。何これ？輸送に備えて。輸送に備えてプラス17。受けるんだけど。じゃ輸送に備えましょうか。では行きましょうか、皆さん。雨降ってるよ。いきなりムーニンバレー行ってるからね、この話。行かれてんでしょ？いきなりオーストの南半球まで飛んでったからね。新聞で各馬の状況を確認できます。ここら辺は一緒ですね。さあ、田原さん、差しになってますけどね。逃げが結構多いからこれ追い込みにさしときますか、田原さんね。なんで3歳馬で59キロも背負わされてんの。これあれなの、差し馬を追い込みにしちゃうとダメだったりする。差しダメなんだよ、この田原。レベル上げてねえから。でムーニンバレーって短いよね、確か直線。じゃあ追い込みでいいよ。大丈夫大丈夫。じゃあ皆さん、まあ初レースなんでムーニンバレーですけど、いやーなんかこのレース映像はちょっとあれだな。ムーニンバレーだからね、直線短いはずだから。いやでもワンチャンあるよ。おっと、大外から何か一頭突っ込んでくる。トップガン来た、トップガン来た、トップガン来た。ありえるよこれ。田原正規、あれ、ちょ、田原さん、田原さんカツカツしてるよ。オクトフラッグ来てる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 よ。え、いいんじゃない、いいんじゃない。あそこ馬群が開けば。なんで壁に突っ込んだ、バカー。インズキしてる、インズキしてる、インズキしてる。おお、勝った。いや勝つよ普通に。え初手で勝ってるけど、え、何これ、やばくないですか。これはジーニアスですよ。 G1 初勝利なんだよ。決まってんね、やっぱり11番人気の田原。11番人気で決めていくところね。まあ右手左手両方いったよ多分。これすごかったね今。私も初めての G1 なんですか、田原さん。嘘でしょ、何言ってんのこの人。やばすぎでしょやっぱり。このとこ今日は勝つ自信がありましたよ。やはり G1 を勝つだけの能力がある。大掛けついたよなんか。いやいやいや、初出走初勝利、初 G1 勝利ですけど。改めまして、北斗フラッグのフューチュリティステークスおめでとうございます。すごいね、北斗フラッグ普通に勝ってったね。キラキラとした光を身にまとい。ちょっとそれはあなたもやってます。栗原さんも決めてます。それは南半球でね、決めて帰ってきちゃったんだね。画面の右上ご覧ください。はい、なんだあのメーターは。モチベーションね。あ、モチベっていう考え方もあるのね。やばいってマジで。エイトでいいじゃんこれ。ささやかなプレゼント、何何。サンクの動きジャンプだって。まだ生まれてねえのに子馬。子馬いねえのに。さあトレセン行ってみよう。あれ放牧中だよね、放牧中ですよね。お、上がり調子になってますね。スピードを上げていきたいですね。芝スピードじゃないんだこれ。ダートでスピードが上がるって面白いね。いつも通り販路が全てですよ。販路が全て解決してくれるはずなんで、販路行きましょうか。ドンガスターマイル残り2周なんでね。いやもうこれワンチャン追い込み田原だったらもう一生勝てるんじゃねえか疑惑あるんですけど、俺の中で。あんなん絶対勝たないと思ったよ俺。おお、接続が解除された。焦った、ぶっ壊れたかと思った。なんで接続解除されんのこれ。あ、電池問題だ。使えるマイクがなくなりました。あ、来た来た。え、今の全部セーブデータ吹っ飛んだ、もしかして。嘘でしょ。いやー全部セーブデータ吹っ飛んだんだけど。出た出た、もう勘弁してよ。うわー全部飛んだ。いや、これは俺の PS4 がいけないんだけど。え、続きから。